ね、点数見てください、これ87000対6万3000ですね。これです、もうすでに。そう、これもう最初の点数なかったらどえらいことになってるんで、だから本当にね、あれくらいでバランスいいんですよ。いやー、これは相当やばいですよ。しかも薬杯ポン入りましたね。もうあの逮捕で1万点取りにくい気なんです。あ、そうですよ、これ1000点上がると1万1000点になるんで、これめちゃめちゃうまいです、この薬杯。そうですね、もう薬杯でも上がったらめちゃめちゃうまいです。1万はもらえるんですね。ほぼもらえるようなもんなんで、これもうワンチャンモナカ選手から出てもスルーしますね。ああ、なるほど。うん、1万点取れないんで、それじゃあ。いやー、これね、相当痛いですよ、今のローンは。完全にひっくり返っちゃいましたからね。これ警察側は2人捕まえると1万点入るんですけど、泥棒があってそんなに点数獲得手段がないんですよ、はい、基本的には逃げ切りの前提みたいなとこあるんで、この1回下回っちゃうとね、なかなか難しいんじゃないですかね、これそう、下手にね、押しすぎるとね、待ってるのは逮捕なんでさあ、一応警察の手配、イーシャンテンですね、リアム・ソファーソー。いやー、もう泣いてますからね、結構何切っても怖いところあるんですよね。しかもモナカ選手つもぎりなので、もういつ振ってもおかしくない。今回は安いんで多分上がらないと思う、正弘選手は。なんかここはね、手配を、本来の手配を確認してますねどうなってたんだろうなみたいなもう多分暇なんでしょ、つもぎり暇だなみたいな。やっぱ檻の塀の中は塀の中は暇、暇そうですね、名言ですやん確かにな、考えることもないんで。そう、いや、実際の囚人もそうなのかもしれないですね塀の中暇だなみたいな、思ったよりさて、ここね、大原選手意地でも上がんなきゃいけないですよ、さすがに。点数もそうですけど、やっぱり釈放しなきゃいけないんで。しかしテンポ入らない。そう、一人でもこれ助けることができると、次また一人捕まっても1万点すぐ払わなきゃいけないわけじゃないんで。そうですね、だいぶ、うん、戦いやすくなるんですよね。さあ、さて、3分切り。そうですね、このペンもなかなか怖いですけど、まあまあいいシャンテンだからいきますよね。もうこの期待値がね、高すぎるんで、警察が捕まえちゃえばみたいな。あ、いやー、ヤンソー先輩、もうなんで、もうこれ全然ダメっすわ。山に7枚ですかね、こっち目線は。やるかどうかですね。さあ、シャー切りました。ペンも切れ。いやー、これいつもモナカ選手打ってもおかしくないっすね。まあでも、そう、モナカ選手から多分上がらない。パスを切りました。あの、お、あ、脱獄入りました。おっとなんとここでピーフドライオンですね。おお、マンガンの一本待ち機9000点。これは、いや、何より脱獄がでかいですね、これは。でかい。点数が6000点差まで縮まって、しかもモナカ選手が復活と。で、しかもモナカ選手は親なんで、これは相当でかいですね。いや、今のは助かりました、だいぶ。だいぶ余裕できますよ、これで。ここはもうちゃんとね、2対1の、ここ生かさないと相当厳しいんじゃないですか。これ上がらんと多分やばいな、さすがに。いそういそう。やっぱ現状は泥棒も、泥棒結構不利ですよね。そうですね、今のままだと若干ローンされた場合逮捕っていうのがあるんで、しかもラストがね、警察の親番になってるんで、点数がね、結構一瞬でひっくり返されちゃうんですよね、おそらく。差し込み合いとかで点数が増やせるならいいんですけど。そう、それがないので、最低でも積もらないと、警察から。そう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 、そうなんですよ、点を奪えないんで。そう、しかも積もだとね、若干しか取れんっていうね。あっ、リーチありました。2つのリーチ。さあ、ここは積も、もしくはですね、期待をしたい。これはどうだろう、だからもう伸ばそうってことかな、多分。続けちゃうと基本的にこれ警察側が有利な気するんで、ローピンゲーム次ですね。でしかもローピン4枚目なんで、これチーピンもまあですよね、いきますよね多分。
さあ、電球装填パン入りました。いきますね、これ。これはまあ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 、さすがにいきますね。いや、リー飲みなんですけど、逮捕できるって考えたらもうまず曲げますね。普段だったら絶対いかないけどこんな謎のリー飲み。さあ、イソーから行きました。これちょっと振り込みに、うん、そう、これ当たってくれっていうことだね、おそらくは。さあ、今切り、もうあのリーチに刺さるぐらいだったら一回流そうっていうね。そうですね、そういうイソーでしたね、今のは。さあ、どう切り。いやー、これね、もう2層ぐらいしか振り込めそうな、ね、はい、現物がね、それぐらいしかないっていうね。いいピンも通りましたね。ヤンピンも通りました。これどうだ、警察逮捕入っても次の逃せれば、まあまあまあそんなに痛くないんで、まあ、とにかく点数ですね、今は。さあ、大原選手は取れるか。ここを捕まっ、うん、そうですね、数ピンも行きました。Q1、 モナカ選手は完全ベタ折りいいかな、これは。もうさすがに3ピン。いやー、ドラの嘘が一切見えてないんですよね、これ。あっ、あっ、ドラピン、あっ、あ、そうかそうかこっちは見えてるもんなさあ、赤ウーピンをモナカ選手が何個かもやってるのかな、多分。まあさすがにか。ウーピー。今、これ、大原選手、振り手にはなってないんですよね、さすがに。いや、さすがにないんじゃないですか、当たり前の中に。しかも、多分ロムするから、さすがに。そうですね。うん、出てたら。見逃しはしないと思う、うん、この状況で。ニャンゾー。おっと。当たりじゃないじゃないですね。止まってますね。たぶん、モナカ選手が迷ったかな、ポン。さっきもウーピー迷ってたんで、あ、そうですね、やっぱり。さあ、そう、あ、おっと、チュンダイ、あ、チュン6球層、あ、言い待ちですね。あー、リー役ドラドラ裏1でマンガンプラスリーチボついて9000点。あー、でかい。いや、これでかいですね。ここで逆転、点数逆転して あとは逃げ切れば、はい、いきますね。で、これ大原選手親番なんで、ただ、おわ、なんかハイパイがかなり良くないか。あ、すごい、あ、これすごいな。朝広選手のハイパイかなりいい。これちょっと逮捕濃厚あ、でもまだまだ分からん。あっ、うん、リャンシャンテンではあるけど、いや、でもクイタン厳しいから、これどうすんだろう。あ、ロショーから、まあ、弱すぎ、そう、まあまあまあ、これどうかな。イピンニャンピン、ウーピン、うん、この辺はでもモナカ選手上がっちゃうのが泥棒が無難なんですけどね。あ、ただこれ手配良くなっちゃいましたよ。6球ピン、一斉チーソー、ウルソーパーソーもありますね。さあ、まあ、リャンピン切りか。じゃあもう取って、いやー、これモナカ選手上がってくれるのが一番いい。これ大原選手上がっちゃうと、まあ親番継続しちゃうじゃないですか。で、その後に両方とも逮捕されると点数プラス1万点持ってかれて、多分逆転されちゃうんですよ。ああ、確かに。そう、この状況は多分モナカが上がった方が丸いかなみたいな。まあ、やっぱ泥は基本逃げなんでね。そう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 、最初から5万点の差があるんで、2人生きてる状態で相手の追えば、ああ、やばい、これはいい数層だ。ただ大原選手は1巡前に切ってますからね助かるかもしれない。さあ、リーチドライチですね。これどうするのが正解なんだろう。これ結局積もられても行かれるじゃないですか、一人。そうですね。どれが正解なんだろうな。行くのかな。これやっぱ難しいですね、なかなか。縦切り。まあ一応警察は子なんですけど、そう、子だからって、そう、捕まることがめちゃめちゃでかいんで、言ったら、そこなんですよね。もう点数は多分あんまり気にしてないですよ、現状捕まりさえしたくないみたいな。さあ、大原選手親番なんですよね。結局積もられてもローンされても点数いかれるんで、迷いどこではありますけどね。さあ、若干いきましたね、筋の急走。泥
動画はね、これ都合だとね、点数あんまりもらえないからね、バランスが難しいんですよね。おっと、行きました、急走ギリリーチ。これは、これはいいんじゃないか。まあ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 、泥棒側上がれば、まあ一応相手のリーチも消せるしみたいな。おっと、これは差し込みに行ってますね。行ってますね。とりあえずリーチ流しとこうみたいな。うん、多分これはね、いいと思うんですよ、正直。一応リーボーの1000点取れるし、やっぱり逮捕のリスク消せるっていうのはでかいですね。しかも今現状これ逮捕しちゃうと、次マサヒロ選手の親番でオーラス迎えちゃうんで、うん、結構厳しいんですよね。オーラスですか。あ、この次ですね。あ、ここで逮捕されて、ここで親番、ああこういうことですね。あーっと、逮捕は始まった。これ逮捕されちゃうと、だからこれ2000点とリーチボール3000点じゃないですか、はい、で点数は勝手に風に見える。あ、これ全部モナクがやりましたって言ってますね。これ仲間売ってますね、完全に。はい、これで、大丸選手が、つもぎり。はい。になって、で、しかもこれ点数6000点しか差がないんで。あ、でも、モナカ選手、これあれか。泥棒側からロムして逃げるのはありなんで。あ、これもう上がり合いですね、シンプルに。あー。オーラスだから、あの、点数上回ってるから。あ、そうですね。これね、点数負けてたら絶対ローンしなきゃいけなかったけど、うん、あ、そうですね、そう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 、まだ逃げ切れますね、これ。上がれば逃げ切りだから、ちょ、これは結構同等な状況。いや、これめちゃめちゃバランスいいですね。そうですね。本当に警察側はそう、モナカを逮捕すれば無条件で1万点入って勝ちだし、うんうん、で OR から上がったとしても、万が以上あれば即勝ち。もうこれどっちもスピードですね。そう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 、もうほぼ上がれば勝ちじゃないかなみたいな。あ、でドラ2個あるんで、上がった時点で点数確定してるんで、そうですね、これはもうどっちも上がったら勝ちですね。あった、急いでますね。はい、ヤンピンポンですね。ドラもいらないっていうね。で、オワル選手はオーラスまさかのつもぎりしかできないという見守ることしかできない。そうですね、これ相当苦しいですね。さあ、いいシャンテンになってますね、これ。いや、これそうですね、ただ形はそんな良くないですよね、これ。イーソーリアン像、キューピン、三像ですね。そうですね、三像とかイーペイコーのダマで逮捕とかも。あ、え、あ、え、これは二択。シャボかカンちゃんか。ヤンゾーキューピン。まあ、キューピン1枚枯れてるから、まあそうですね。あー、カンサンゾーでリーチしました。はい。まだ1枚も見えてないですからね。おっと、いきます。押してます。これはもう殴り合いですね。まあ、ただ、両面じゃなくてよかったなっていうのありますね、泥棒は。まあそうですね、やっぱり、つもぎり人間がいるんで、まあ、待ち杯多い方がしんどいみたいな。さあ、モナカ選手、もう張ってるのか、これは。張ってるんじゃないですか、ウーピン言ってますから。え、カンサンゾーリーチドラドラで、あ、しかも裏が乗って、あ、まあまあ、もう裏はもう関係ない。点数が正面入れ替わった。最終結果ちょうどちょうど真逆ですね。しかもモナカさん、これしゃあないですね。リャンパーソンになってたみたいな。あ、ほんとサンゾーって、いや、これはいきますね。サンゾギのリャンパーソン、いや、これはいきますわ。いやー、これはね、惜しかったですね。いやー、警察が、はい、泥棒逃げ切れず。最後ね、まあやっぱり悪は捕まるということで。はい、では、はい、終わりました。終わりました。お疲れ様でした。なかなか熱い展開ですね。いやー、ギリギリ勝ちました。そうですね、ちょっとは残念ながら警察の勝ちということで。ね、警察無理かなってちょっと思ったけど、なんだかんだバランスいいっすね。いや、意外とやってみると結構いいバランスでしたね。そうですね、あの1対1になるときは結構面白かった。あれはやっぱどっちが上がるかで、すごい差が出るんで、つもぎりしてる方めっちゃ暇だけどな。ありがとうございました。ありがとうございました。ギリギリ勝つことができました。はい、また呼んでください。また、はい、また呼んでください。ぜひよろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。